ウィルクスバリ、ペンシルベニア州、ウィルクスバリ、ウィルクスバーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州北東部に位置する、都市。ニューヨークの西北西約170キロメートル、フィラデルフィアの北約165キロメートルに位置する。同州ルザーン軍の軍庁所在地である。人口は4万1498人、2010年国勢調査。 近隣のスクラントンと共にワイオミングバレーと呼ばれる三軍にまたがる都市圏を形成しており、その人口は56万3631人、2010年国勢調査を数える。ヨーロッパ人の入植以前、ワイオミングバレーには、小人族やレナペ族のネイティブアメリカンが住み着いていた。百六十九年、コネチカット植民地、ノーウィッチ出身の陸軍少佐。 ジョン・ダキーはタイを率いてこの地に入植地を創設し、この地における初めてのヨーロッパ人入植者となった。入植地は13植民地を支持した二人の英国議会議員、ジョン・ウィルクスとアイザック・バリにちなんで、ウィルクス・バリと名付けられた。その後、この地の領有権をめぐって、コネチカット植民地とペンシルベニア植民地が争いを繰り返したが、独立戦争が終結すると、この地は、 ペンシルベニア州の州都に含められた。1786年にルザーン軍が創設されると、ウィルクスバリはルザーン軍の軍庁所在地となり、最初の軍地方裁判所が建てられた。ウィルクスバリは1806年に正式な町になり、1871年に死に昇格した。十九世紀末から二十世紀初頭にかけて、ワイオミングバレー一帯で無縁端が発見され、 採掘が始まると、ウィルクスバリには、炭鉱での食を求めて、大量の移入者が集まり、その人口は爆発的に増加し、市は、ザ・ダイヤモンド・シティ、ダイヤモンドの街と呼ばれるようになった。また、炭鉱による市の発展は、鉄工業、ビール醸造、絹織物などの新しい産業も生み出した。しかしその一方で、ウィルクスバリでは、少年労働や炭鉱での事故死など、 労働環境の悪化も問題になっていた。しかし1920年代に入ると石炭から石油や電気へのエネルギー減転換が始まり、そこに1929年の世界恐慌の影響を受ける形で炭鉱は不振に陥っていった。市の人口も1930年に86,626人を数えたのをピークに、以後は減少していった。 第二次世界大戦が終わる頃には、炭鉱を経営していた会社はほとんどウィルクスバリを去り、市の失業率は12%に達していた。そこに災害が追い打ちをかけた。1959年、北東港のピッツトンの近くにあった、ノックスタン港に佐助花川の水が入り込み、港内を冠水させる事故が起きた。死者12名を出した、この事故により、 ウィルクスバリを含むワイオーミングバレーでの石炭産業は、ほぼ終わりを告げた。1972年に、大西洋岸諸州を襲ったハリケーンアグネスは、ペンシルベニア州東に豪雨をもたらし、サスケ花川の水位を40.9フィート、約12.5メートルも上げて、ウィルクスバリの町に大洪水をもたらした。死者6名を出し、2万5000棟の家屋を全半壊させた、 アグネスの襲来により、炭鉱の閉鎖後も、市の地域経済を支えていた、製造業や商業は、大きな打撃を受け、その被害総額は10億ドル、当時に達した。アグネスの被害からの復興と、より高い堤防の建設は1980年代まで、続いた。ウィルクスバリワに位置している。ニューヨークからは西北西へ、約170キロメートル、フィラデルフィアからは北へ、 1> 約1 6 5トル、州都ハリスバーグからは北東へ、約1 4 5トル、シラキュースからは南へ、約2 1 5トルに位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、ウィルクスバリー市は総面積1 8 6トル、7.2ミである。そのうち1 7 7トル、6.8ミ、が、陸地で0 9トル、0.3ミ。 が水域である。総面積の4.60%が水域となっている。約2 8 k m 北東に位置するスクラントンと共に形成しているワイオミングバレーと呼ばれる都市圏、正式名称スクラントンウィルクスバリ都市圏はラッカワナ郡ルザーンお及びワイオミング郡の3郡にまたがっている。北東南西方向に広がるワイオミングバレーの南東にはポコの産地が 北西にはエンドレス山地が連なり、ポポの山地の南にはリーハイバレーが東西に広がっている。ワイオミングバレーの中央にはサスケ花川が流れており、ウィルクスバリの地域はその南東側に広がっている。サスケ花菓市には幅の広い氾濫源が広がっており、市はハリケーンアグネスのもたらした洪水の教訓から作られた高い堤防によって洪水が守られているが、 昔から離れるにつれて標高は上がっていく。市中心部の標高は約160メートルである。ウィルクスバリの気候は温暖な春、夏、秋と寒い冬に特徴づけられる気候である。最も暑い7月の平均気温は摂氏21.6度。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏4.2度である。降水量は年間を通じてほぼ一定しており。 月間60から1 2 0ト、mm、ル、年間1 0 0 0トル程度である。また、冬季の降雪も、シラキュースなど、オンタリオコ南岸ほどではないものの、フィラデルフィアなど周南東部と比較するとかなり多い。欠片の気候区分では、ウィルクスバリは艦隊出潤気候、DFB に属する。スクラントンのダウンタウンにおいては、主に北東南西方向に走る通りと、 北西南東方向に走る通りとで、5番の目にように区画されている。北東南西方向に走る通りでは、マーケットストリートを境に北東が N、北、南西が S、南となっており、北西南東方向に走る通りでは、メインストリートを境に北西が W、西、南東が E、東となっている。マーケットストリートとメインストリートの交わるところは、ロータリーになっており、 その内側にパブリック、スクエアという広場がある。サスケ花川の一番近くにはリバーストリートが北東南西方向に通っている。マーケットストリートをリバーストリートよりもさらに北西に行くとサスケ花川にはマーケットストリートブリッジがかかっている。この見影石とコンクリートで作られたアーチ橋はそれまでかけられていた。 トラス橋に変わる橋として1926年から1929年にかけて建設された。マーケットストリートブリッジは1988年6月22日に国家歴史登録財に指定された。ウィルクスバリは市長制をとっている。市の立法機関となる市議会は5名の議員からなっており、その5名の中から議長と副議長が選出される。市長。 市議員とも任期は4年である。市長と市議会の対局には市監査役、管理役のトップである市ティコントローラーがいる。市ティコントローラーは、一市の行政、立法機関の文書、記録の調査、監査、検証、二市が結んだ契約や購買注文等に対する支払いの調査、認可、賛成求書、送り状、賃金代帳等の監査、承認、 4違法性の疑わしい記録の市長、市議会への報告、及び合財務報告書の作成及び市長、市議会への提出に責任を負う。連邦議会会議員選挙においては、ウィルクスバリはスクラントンと共にペンシルベニア第11選挙区に属している。この選挙区では民主党が強い勢力を持っている。ウィルクスバリを含むワイオミングバレーの玄関口となる。 空港はダウンタウンから北東へ1 1 7トル、ウィルクスバリとスクラントンのほぼ中間に位置するウィルクスバリスクラントン国際空 IATA a b ッ p である。この空港にはデルタ航空、デトロイト、ユナイテッド航空、シカゴーヘア、コンチネンタル航空、ニューアーク、および USA ア,アウェイズ、シャーロット、フィラデルフィアの便が就航している。市の北約5トル。 サスケ花川対岸の44とに位置するウィルクスバリ、ワイオミングバレエ空港は、規模が小さく、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、自家用機やチャーター機の発着が主となっている空港である。週刊高速道路 I-81 は、市の南東を南西北東方向に走っている。I-81 は、南西へは、州都、ハリスバーグや、週刊高速道路 I-80 へ、 また北東へは、スクラントン、ビンガムトン、シラキュースへと通ずる。フィラデルフィア・リーハイバレー、ワイオミングバレーを結ぶアイマイナス476は、州道115号線経由で利用できる。また、州道309号線は、市の東でアイマイナス81と合流、分岐し、サスケ花川を渡って、北港のルザーンまで、高速道路規格になっている。ルザーン軍交通局。 北は、ウィルクスバリ市内及び、周辺の公共交通機関となる15系統の路線バスを運行している。北東高のピッツトンでは、スクラントンとその周辺をカバーする、落下ワ軍ン交通システム、高列の路線バス網と接続している。は、ダウンタウンに48エーカー、約194,200メートルのキャンパスを構えている。 大学の建物の大部分は、リバーストリート、ノースストリート、メインストリート、ユニオンストリートに囲まれた4ブロック内に立ち並んでいる。同学は、カトリック系のリベラルアーツカレッジで、約2300人の学生が在学しており、学生体教授費は13、1という少数精鋭生の教育を行っている。同学は1946年に創立した。 アメリカ合衆国における大学の歴史の中では比較的新しい大学であるが US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは北部の地方区の大学の中で上位50位以内に入る評価を受けておりとともにワイオミングバレーを代表する大学としての地位を確立しているキングスカレッジの南西約 1.2km リバーストリート沿いにはの校舎と 学生寮が立ち並んでいる。同学は1933年にバックネル大学の文校として開校したバックネル短期大学を前身としている。1947年にバックネル大学から独立して4年生大学に移行し、1990年に認定を受けた。同学には約2300人の学生が在学している。2009年に開校した。 医学系の大学院大学は、その3つのキャンパスのうちの1つを、ウィルクスバリに置いている。このほか、地域密着型の就行立大学として、北西高のリーマンタウンシップに、ペンシルベニア州立大学ウィルクスバリ校が、また南西高の南聖光国がそれぞれ立地している。ウィルクスバリにおける、K-12 科ほどは、ウィルクスバリ地域学区の管轄下にある。 公立学校によって支えられている。同学区は小学校6校、中高一貫校3校を有し、約7000人の児童、生徒を抱えている。また、これらの公立学校のほか、ウィルクスバリには、カトリックのスクラントン市教区の管轄下にある小中一貫校と高校が、それぞれ一校ずつ立地している。 1893年に建てられたルザーン軍歴史協会博物館は、この地に住んでいた古代からヨーロッパ人入植に至るまでのネイティブアメリカンや軍や州の地域経済を支えた無縁炭採掘に関する事物を示している。パブリックスクエアのすぐ南に立地する FM カービー演技芸術センターは、1938年に開館したコマーフォード映画館を前進とし、 1977年に一旦閉館したものの2006年に現象で再開館しコンサートや演劇を行う総合的な演技芸術センターとして生まれ変わった。リトルシアター・オブ・ウィルクスバリは1923年に開館して以来地域に密着した劇場として娯楽のみならず演劇教育の機会も与えてきた。モヒガンさん、アリーナ・アット・ケイシー・プラザは 市の南東に隣接するウィルクスバリタウンシップに立地している。1999年に開館したこの多目的アリーナはウィルクスバリスクラントンペンギンズ工日のアイスホッケーの試合のほか、コンサート等のイベントにも使われる。雑席数はアイスホッケーの試合では8000席、コンサートなどアリーナ席を使用するイベントでは1万席に達する。また市の東。 プレーンズタウンシップには2010年にこのアリーナの命名権を10年契約で獲得したモヒガン・アット・ポコのダウンズというカジノが立地している。このカジノはコネチカット州アンカスビルニューロンドン郊外に本部を置くモヒガンさんが経営している。ウィルクスバリにはメジャープロスポーツのチームこそ存在しないもののカブリーグのチームはいくつか置かれている。野球では ニューヨークヤンキース参加の AAA 級、マイナーリーグチームインターナショナルリーグ北地区に、所属するスクラントンウィルクスバリヤンキースが置かれ、ウィルクスバリとスクラントンの中間に立地する、PNC フィールドを本拠地としてプレーしている。ピッツバーグペンギンズと提携しているあるのウィルクスバリ、スクラントンペンギンズは、モヒガンさん、アリーナアットケイシープラザを本拠地としている。 ペンギンズはリーグでは上位に食い込んでおり、カンファレンス優勝も3度果たしている。かつては AF2 のウィルクスバリ、スクラントンパイオニアーズも猛う悲願3、アリーナアトイシープラザを本拠地としていたが、2009年にジョーブリーグのアリーナフットボールリーグが破産、解散したことにより、チームも消滅した。以下に、ウィルクスバリー市における1850年から2010年までの、 人口推移をグラフ及び表で示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。